稲倉大輝は熊本県菊池郡公子町出身の元プロ野球選手、宇藤右内。NPB では育成選手であった。中学校時代は熊本北リトルシニアに所属。保守としてプレイし、キャプテンを務めていた。熊本国府校では1年時の夏からベンチ入りし、秋からは4番を務めた。2年秋から首相となり、この頃から 場外ホームランを放つなど注目を集めるようになる。3年時の夏は、熊本県予選に4回戦で、城北高に3から6で敗れた。甲子園出場経験はなし。2011年10月27日、プロ野球ドラフト会議でオリックスバファローズから育成1位指名を受けた。一年目の二千十二年は支配下登録されず、ファームでも旧試合の出場にとどまり、打率。 125、1本塁打、1打点の成績だった。2013年は、山崎正隆と共に BC リーグ、福井ミラクルエレファンツに派遣されたが、23試合で、打率。180、1本塁打、1打点と活躍できず6月30日に、契約満了により退団となった。7月からオリックスに復帰するも、10月1日に、 球団から戦力外通告を受けた。10月31日、自由契約公示された。高校通算26本塁打のスラッガー。本人はセンターから右方向に打つことを理想としている。目標とする選手も右方向に大きいホームランを打っていた、清原和弘を挙げている。50メートル走6秒後、遠投105メートル。ありがとうございます。